戦後75年経ってこう戦争の記憶とかも薄れていく中で、戦争を体験した人とかそういう方の思いとか平和への祈りとかそういうものをこう形にして聞く人のこう身近なものとして伝えられていけたらいいなと思って、実は僕自分の人生の半世紀を何十枚って書いてるんですけど、それを読んでいただいて自分の人生 の本当に表に出せないエピソードとかも全部見てもらって、そのフィードバックを受けているうちに伝えたいことってそれなんだなっていうことがなんとなく自分の中で結晶化していったっていう。I've been doing bodybuilding for like 20, 30 years now, and I went through a lot, from tried a lot of diets, tried a lot of trainings, and it's really difficult. So this is why I experimented with diet, with exercises to make it easier and to make it enjoyable for everyone. So finally, they will not quit. Finally, they will, you know,continue fitness for a lifetime. Sabetsu というものはね、実は外から与えられたものじゃなくて、自分の気持ちの中に抱えちゃってるもので、差別を受けたわけじゃないんだけど、自分で勝手に差別すると思い込んじゃってて、心のわだかまりを持ってる人にはね、もうそんなの関係ないんだよっていう思いをね、持ってもらいたいし。